はい、着きました。玉よどいでございます。はい、今日はですね、もう今月いっぱいでなくなってしまうですね、マジックボックスの解除をですね、ちょっと動画を残そうかなと思いまして、はい、ちょっと。はい、ですね、本当に今日は最高の天気でですね、はい、もう撮影日和だなと思っております。あ、私ですね、週刊お笑いプロレス編集長、田中博史でございます。ですね、私はですね、マジックボックス所属に、あれ、去年かな？去年になってですね、もう、あ、もうちょいですか？そうですね、2年ぐらい経つのかな。でですね、まあもちろんあのマジックボックスのその会場を、まあ、中心にたまに王子とかね、あと伊勢崎の方とかで試合したりとか、まあもちろんね、あの一番その思い出深いというか、はい、あの中心となったのが会場だったので、まあ本当にあ、こうやってね、そう、ここが最後の案内板なんですけど、はい、ここから。まあ、寂しいなとは思いますけど、まあ、また新しいところに移転するということなので、とりあえずね、今の場所はもう最後でございますので、まあですね、よく言われるんですよ、そのマジックボックス。会場すごい遠いって言われるんですけど、一応駅からは近いんですよ。もう あともうちょっと行ったら着くぐらいなんで近いんですけど、まあ遠いと遠いですよね。もうちょっと、もう一個先行くと寄居町っていうちょっとまあ、中心街に行くんですけど、駅的には玉淀駅だから、まあ本当さっき言った通りの駅なんで、で近くにコンビニとかもないんで、まあ本当にだから僕も今日もね、水とかも食べ物も事前に買って、はい、カバンに入ってる状態だと思います。まあどんなんですかね、プロレスファンの方でもこのマジックボックス来た、まあ、都内いる人が、都内からだと多分3時間ぐらいかかるんでね。まあでも逆に言うと一回来れば思い出深くはなりますよね。僕もね、昔本当にケルベルス道場っていうね、あれちょっと僕もちゃんと場所覚えてないですけど、そこでよく前昔試合行ったんですけど、あそこも多分片道 3,4 時間ぐらいかかってたんでね、あ、3,4 時間に過ぎた、3時間ぐらいか、はい、でもうなくなっちゃったのかな、はい、なんで、まあ、だから、まあ、もちろんね、思い出はあるんですけど、やっぱね、せっかくこういう時代なんでね、その動画ね、簡単に撮れるようになったんで、まあ、どうせだったらちょっと、しっかりその思い出残そうと思って、はい、撮ってます。あー、来ました、誰道。はいはい。俺、初めて来た時もね、この橋怖かったんだよ、なんかね、なんかね、鉄板があるだけの橋だから、これ、ほら。なんかすごい。簡易的すぎるだろうと思ったら、もうこれ超怖かったもんね、最初。結構ですね、今日こんな天気ですけど、上海で戦う時とかは、結構この横の川でですね、みんなで試合したいと思います。あー、着きましたね。はい、これがマジックボックス。いや、すごいですわね。あの駅、だから駅からは比べ物にならないほどでかい施設ですよ、これ。でもね、これ奥の方はね、まだというか、奥の方にはね、別の人も住んでるっぽいんで、結構ね、あ、着きました。おはようございます。マジックボックスの、あれ、でもね、いろいろ変わってますよ、もうこの時点で。いろいろ外装がもう、黒く、塗りつぶされてますね。結構変わっちゃってますね。はい、こちら、あ、まあ改めて見てもでかいですよね。
本当に天井高いし、はい、多分もうフルマックスで入れたら500ぐらい入るんじゃないかな、言い過ぎか。うん、でもね、コロナ無視してフルマックス入れたらそれぐらい入りそうなぐらいすごい広い会場です。まあですね、本当、試合だけじゃなくてですね、練習でもすごい使った場所でございますし、はい、まあで、あんまり、大きな声では言いませんけど、結構すごい選手も来てましたね。やっぱお忍びで練習できるってことなんで、はい、まあなんか私のツイッターとか見ていただければ少し出てますけどすごい選手も、はい、来て練習したりしましたね。あとですね、分かる人には分かるんですけど、これね、格闘技もね、できる用の鉄柱なんですよ。4本になるね。なんで、それ格闘技とかの試合にもね、使われましたね。まあ、その時は結構ね、いかつい人がガンガン会場に来るんで、私ビビってましたけど、はい。そういう施設でございます。ちゃんとね、入場ゲートもあって、いや、すごいですよ。本当に素晴らしい施設だな。まあ、ここは控え室でございます。2個あるんですけどね。こっちが外遊戦場かな。こっちの方にはね、なんとジム。はい、こっちの方にね。俺もよく使ってましたね。はい、ジム。結構すごくないですか？こんだけいっぱいあってね。だから多分移転先には多分持っていかないんじゃないかな。売ったりするんだと思いますよ。あ、そうそう。で、こっちにね、ボルタリングあったり、トランポリンあったりするんですよ。それが、マジックボックスです。ああ、懐かしいですよ。これもうなくなっちゃいますからね。こっちがね、トイレなんですけど、女子の控室ですね。はい。ここも名物ですね。これね、インスタ映えする羽が得るということで。あ、すごい。あ、歴代2人くれた選手のサインでございます。お、いいですね、枕営業。面白い。ちょでかいですね、松本宮選手。よろしくお願いします。エースだなんてとんでもないですけど。いやいやいや、エースでございますけど。エースの。いや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 。ただ僕はここに入っても2年近くなるのかな、はい、わかんないですけど。やっぱりね、この会場がね、ちょっと移転ということで。そうですね。8月いっぱいで、まあ、近隣の本庄市というところに移転することになりまして。はいはいはい。はい、でもこれ本当に施設としてはもうすごかった場所ですね。そうですね、まあ、本当我々のような小さい団体に常設リングの会場があるっていうこと自体がそうなかなかないことなので、はい、もう本当それだけでも恵まれていたなと。なんか思い出というかありますか、特に。そうですね、自分も団体発足からいたわけではなくて、はい、途中入団っていう形だったんですけども、はい、まあ、それでもやっぱりデビューに向けてすごい厳しい練習をここで、うん、ね、先輩たちに見ていただいたっていう思い出がありますし、まあ、もうすぐで、ね、3周年迎えるっていう手前のところで、はいはい、移動っていう話にはなったので、はい、まあ、ちょっと本当にいろいろ複雑な思いがあとね、あそこのよくね、場外の方、あの川の方で、ね、はい、場外マッチもやったり。あ、そうですね、そういう自然豊かな場所だったのでなかなかこういう環境でプロレスできるっていうのは僕なかったなと思う。だって僕一回聞きましたけど、はい、川が増水しちゃって、はい、代表が出れなくなっちゃってっていうの、なんかこちらの会場にいらっしゃったことある方は分かると思うんですけど本当にこの道進んでいいのみたいな
ところを来るので、はい、やっぱりちょっと雨降ったりとかすると本当なんか整地したところがまた流されたりとか、はい、そうなんですよね。そういうところなので、ただ僕も、はい、まあ、プロレス業界関わっていろいろあるんですけど、やっぱし前ケルベンス道場ってすごいマニアックなところに道場あったりするんです、したんですけど、結局まあなくなっちゃって、はい、ただその動画とかやっぱりその時なかったんで、まあ、せっかくなんでね、ちょっと会場もね含めて、ちょっとね、やっぱりここに来たことある人にはすごい印象的な場所だと思う、ね、はい、そうですね、はい、確かにいろんな意味で、そうそうそう、いろんな、いろんな意味で、はい、と思いますよ、私は。だってコンビニもないんだよね、歩いていけるところには。駅の周りにコンビニがないって今時なかなかないですからね。いや、そうなんです。ただ、ここに着いたら施設がすごいんでびっくりするっていうのは皆さん多分そうだと思うんですけど、そうですね、はい、あ、でセリエさんは今、どれぐらいなんですか、バジックボックスの仕事。そうですね、デビューしたのが、はい、2020年の11月のこの旗揚げ1周年に合わせてデビューさせていただいたの で、はいはいはい、で今度の11月では2周年になるのかっていうところだったんで、まあまだ2年はまだ経ってないって感じです。デビュー戦の相手は、ですね、トリプルシックスのカグラ選手です。あ、はい、あ、そうなんですね。じゃあちょっとヒールというかね、今思い出しても結構なことされたなと思いますね。はい、デビュー戦で全てのことをやられたというかね、グラウンドのうまさから、はいはい、ジャベから、はい、あとはもうそれこそ金的まで食らった記憶があるので、全てもで最後はもうドンって飛び技を食らったりもしたんですよ。逆に言うとすごい期待の新鮮で、いや金的にはそこでやんないじゃないですかね。やんないんです。そうですよ。だから本当にいろんなことされたっていうのはとにかく印象に強いし、だから未だに神楽選手の入場の曲聴くとなんかゾワッとするんですよね。そこまで、その印象が強いので、はいはい、まあでもね、僕結構言われたんですけど、はい、マジックボックス団体戦なくなるのってよく言われて、いや、そんなことはなくてですね、ただ移転するだけでございますので、はい、あれですか、じゃあ今後マジックボックスは、まあでも近くじゃないですか、やっぱりこの寄居町というか、ここら辺、そうですね、まあもともとマジックボックスっていうのは埼玉県北地域に密着っていうのを歌ってた団体なので、はい、まあ寄居から確かに移るにしても、まあ私セレジェイラ自体がもう寄居が女キャラクターですし、引き続き桜の活動を含めて、はい、寄居のアピールはしていきたいと思いますし、うん、まあ、そうですね、もう寄居町のレスラーって感じですよね、もうね、もうおかげさまで、はい、ぴったり。なので、まあ、本庄に移転しても寄居町、まあ、あとそれ以外の近隣の市区町村の、とうまく協力してですね、はい、少しでもアピールできればっていうのは、変わらず活動していきたいと思います。セレジェラ先生、結構ね、ツイッターをちょっとまめに更新されておりますので、はい、ぜひそしたらチェックします。いろんなお店の紹介を多分してると思う。いや、めちゃめちゃすごい営業活動ね、本当にすごいされてるんで、という感じでございます。はい、皆さんいいですか、なんか僕もよくね、なくなるんですかとかあるんですけど、そうではございませんので、ね、これチェックしていただいて、はい、じゃあすみません、本日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。